相模鉄道の蒸気機関車。相模鉄道の蒸気機関車は、現在の東日本旅客鉄道、JR 東日本相模線を開業した相模鉄道、相鉄、及び、同社人中線となった、現在の相鉄本線に沿うする路線を開業し、後に同社に合併された、陣中鉄道、1919年までは、陣中軌道で使用された、蒸気機関車の一覧である。 なお、本校において、相模鉄道の表記は、1943年4月の、相模鉄道、神中鉄道合併以前は、相模鉄道、または、相模、以降は、相鉄とする。相模鉄道、神中鉄道合併後の神抽選に導入された、ものも含む、1920年に、鉄道省から払い下げを受けた。 軸配置2バイトのテンダー機関車5100系5100.5101で、元は1873年へ、キットソン、聖の鉄道員19、後に1820である。鉄道省時代の番号から繊維の号を取った100.101の2両が在籍した。翌1921年の相模線開業を前に、建設作業にも使用されていた。1927年の3300。 軽導入により余剰となり、100は、茅帳鉄道2乗とされた。101は、総鉄に車席が引き継がれた後、1950年に廃車された。総鉄史上唯一のテンダー機関車であった。1924年1926年に、それぞれ2両が、汽車製造、汽車会社で製造された、軸配置 C のタンク機関車で、1から4の4両が在籍。 1944年6月の相模線買収により、鉄道省に編入され、1355系1355から1358となった。1927年に、鉄道省から払い下げを受けた、自己配置 1C1 のタンク機関車3300系3300.3301-3306.3319で、鉄道省時代と、 同番号の4両が在籍した。製造は、米ボールドウィンで33 3300.33013306は1890年製の山陽鉄道からの引き継ぎ車3319は1896年製の九州鉄道からの引き継ぎ車である。1932年から翌1933年にかけて廃車された。1941年に 鉄道省から払い下げを受けた、軸配置1バイト1のタンク機関車 870K874 を11としたもの。また、相模、神中合併直後の1943年6月には、同系の872の払い下げを受け、12として、神中線に投入された。いずれも1897年へナスミス・ウィルソン製。相模線の11は、 買収時に鉄道省に編入されたが、番号は仮番号の138となった。人中線の12はそのまま総鉄に残り、1951年に廃車された。1942年、昭和17年に日本車両製造で製造された軸配置 1C1 の加熱式タンク機関車で、鉄道省 C12 系の私鉄向け供給車の一つである。 21.22の2両が在籍した。相模線買収時に鉄道省に編入され、C12 系の274.275号機となった。また、相模線買収直後の1944年9月には、鉄道省席の C12 系56号機の払い下げを受け、鉄道省時代と同番号のまま神抽選で使用された。同社は1950年。 昭和25年に、茨城交通に、譲渡されている。1941年本港機械製作所、後の立山重工業製の軸配置 1C1 次長36トン級の、飽和式タンク機関車である。元は、横須賀海軍施設部の発注で、海軍厚木基地、現在の米軍厚木基地専用船にて、入れ替えようとして使用された機関車である。メーカー形式を、 おつ 1C130 といい、原設計は、車両統制会の規格設計による 762mm 機関向け30トン吸気であった。これは、元来、朝鮮の平安北道、現在は、事故未知へ、分割に所在した高海水力、電気専用鉄道向けに1940年から1944年に、かけて、合計給料が製作。 納入された 762mm 機関の機関車を原型としてを、さらにその設計のルーツは、朝鮮鉄道公開線向けとして、日本国内の有力機関車メーカーを総動員して、製作された一連の 762mm 機関向け、1C1 飽和式タンク機関車に由来する。本形式は、立山重工業にとって、創業以来小型機関車の大口顧客であった。 海軍省からの緊急の 1067mm 機関向け機関車発注に対し、公海水力電気向け仕掛かり品の設計を若干手直しして覆ったものである。この製造経緯から本形式は、キセル長を車体サイズの許す範囲で最大限を大きく取るために、煙室を前へ突き出し、シリンダブロックを煙突中心よりも大きく、後ろにオフセットたレイアウトや、 直径八百十ミリメートルとこのクラスの機関車としては極端に小形の動輪、大枠上部を継ぎ足してかさ上げしたために異様に腰高のプロポーションなど六十七ミリメートル機関用機関車としては非常にアンバランスな形状となっている。なお、本形式と同じく七百六十二ミリメートル機関用の o t s c 一三0型を六十七ミリメートル機関向けに 手直しして納品した例としては、東芝網星工場専用線、後の北沢産業、網星鉄道向けナンバー7が存在し、これは本形式とほぼ同じ設計となっている。終戦により一旦は建設省、現、国土交通省所管の C5015 になっていたものを、相模鉄道が1946年に借り入れ、1948年に正式に払い下げを、 受けた。建設省への移管は、海軍施設部が戦後、運輸省運輸本部の管轄下に移管され、その後建設省地方建設局へ再移管、整理された経緯によるものと考えられている。本形式は、ナンバー10の一両のみが在籍したが、譲り受け翌年の1949年には旧社となり、翌1950年に東洋府と二条とされた。なお、 鉄道省の同型揮者との関係はない。相模、神中合併後に神中線に導入されたものは相模鉄道を参照。1920年米ポーター製の軸配置 D のタンク機関車で1.2の2両が在籍した。日本国内では数少ない D 型タンク機関車で1926年の海洋、3型増備以降は貨物用として使用された。 相模・ミ、神中合併による、相鉄発足で、旧相模ミ1系の続版の5.6に、改版されている。1950年の貨物船電化により、余剰となり、翌1951年に廃車された。1926年に、汽車会社で製造された、軸配置 1C1 のタンク機関車、製造番号884、885で、 3.4の2両が在籍した。貨物用の1型に対し、旅客用に使用された。相模、神中合併による総鉄発足で7.8に改版されている。同景機に南部鉄道の2、製造番号886があり、こちらは戦時買収によって国有鉄道3255型となっている。1949年に7が、 鉄道車両工業に売却され、同社から岩南臨海鉄道、後の江名鉄道2乗とされ、総鉄時代と同番号の7となった。8は1951年に5.62と共に廃車された。江名鉄道では、小名浜臨港鉄道、現、福島臨海鉄道に業務を委託をする関係上、7も同社2乗とされ、C358 となった。 1966年の無縁化により、廃車となったが相鉄での保存が決定し、翌1967年の柏大高機所、現、柏大車両センター開業に合わせ3号機に、復元の上保存された。現在は、別府鉄道から譲り受けした、神中鉄道の二軸客車派24と、ペアで、も、22005もは6001もは 6021ED11、都府400とともに、 同書で生体保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。